自らが開発したシンセサイザーを前に、ロバート・モーグは、アメリカ合衆国の電子工学者、シンセサイザーの創始者、モーグシンセサイザーの開発者として知られる。名字の発音は、も。本名は、ロバート・アーサー・モーグで、ロバート・ A ・モーグと表記される場合もある。ニューヨークで生まれ、ブロンクス科学高校を卒業後、ニューヨーク市立大学クイーンズ校で、 物理学をコロンビア大学で電気工学をコーネル大学で機械物理学を学ぶ。モーグは電子楽器を製造する2つの会社を設立した。彼は1984年から1988年までカーズワイル音楽システムの新製品開発担当の副社長としても働いた。1990年代初めはノースカロライナ大学アッシュビル校で音楽の 教授として、教弁をとっていた。2004年に来日し、スペースシャワー TV の、ドクター・ストレンジ・モーグ・ラブ・モーグの学校に出演した。モーグの電子学器開発に対する思考と、その独自の世界観を紹介する映画、モーグ・モーグが2004年に、全米公開され、2005年には日本でも、渋谷にて、短観上映公開された。 DVD の全米発売日にあたる2005年5月31日にはニューヨークでモーグフェスト2も開催された。しかし、モーグ自身がその会場に姿を現すことは叶わなかった。ロジャーリン、トム・オーバーハイムラとの対談を終え自宅に戻った4月、中旬頃、違和感を覚え、4月下旬及び5月上旬に受けた MRI 検査で最悪性の脳腫瘍である。 グリオブラストーマと診断され、手術での切除は不可能との医師の判断により放射線治療等を試みたが、8月21日午後2時、ノースカロライナ州はシュビールの自宅のベッドで家族に見取られながら眠るように死去した。71歳だった。いくつかのプロダクトは開発途中であり、毛具の机に残されたプロトタイプと回路図の数々が、 その予期せぬ病魔の来訪を物語っていた。愛車は初代のトヨタスプリンターカリブで、ボディカラーはマナ娘の描いたオリジナルデザインであった。生誕78年の2012年5月23日には、検索サイトグーグルのトップページが、モーグのシンセサイザーをモチーフにしたロゴに変身した。実際に演奏も可能である。なお、このロゴはグーグルデュドルズにて、現在も、 演奏可能である。ありがとうございます。